おはようございます。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。2月8日金曜日の全国のお天気をお伝えします。まずは天気のポイントから見ていきましょう。今日は西高東低の冬型の気圧配置となります。そして北海道には非常に強い寒気が流れ込んできています。昼間でも氷点下10度に届かない見込みです。万全の防寒が欠かせません。そして西日本や東日本ですが、上空の高いところの雲や風と風のぶつかり合いにより発生した雲、こちらが広がるため日差しは届くものの雲も広がりやすくなりそうです。そして西日本や東日本、北海道ほどではありませんが寒気が流れ込んできます。昼間もあまり気温が上がりません。こちらも万全の防寒が欠かせません。以上ポイント解説でした。では全国のお天気、アイコンでも確認していきましょう。今日は冬型の気圧配置となるため日本海側を中心に雨や雪が降りやすくなります。風も強まり吹雪となる恐れがありますのでご注意ください。西日本や東日本、日差しは届きますが少し雲が広がるタイミングもありそうです。また北海道では札幌でマイナス11度予想、旭川ではマイナス13度予想、厳しい寒さとなりそうです。またその他のエリアに関しましても昨日と比べますとぐっと気温が下がってしまいます。万全の防寒でお過ごしください。以上全国のお天気をお伝えしました。それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい。